ターロック・オキャロランは、アイルランドの伝説的な盲目のハープ奏者にして、作曲家である。トゥール・ロホー・カロランと表記されることもある。今日知られているだけで200を超える曲を残し、アイルランドにおて、国民的作曲家、アイルランド最後の銀融詩人と称せられている。彼の哀愁を誘う作風は、広くカの国民に愛され、今もなお多くの人に引き継がれている。 1670年にミース県ノッパーの近くに生まれる。隣町のクルーズタウンにある学校に通学していたが、家冶屋であった父親がロスコモン県バリーファーノンに鉄工所を所有するマクダーモットロー家に雇用されると、14歳で家族と共にそちらに移住。しかし、マクダーモットロー家の費護のもと、変わらずその学校に通い続けることができた。若くして、 被災の片鱗を見せるものの、18歳で天然痘のために失明した。当時、視覚障害では稼ぎの多い仕事に就くことは困難であったが、彼は次第に音楽、特にハープの演奏に傾倒した。マクダモット老婦人は彼を地元のハープ奏者の見習いにし、3年後十分に職業音楽家となる準備ができたと思われたとき、 夫人は、ハープと馬、海ニ人をカロランに与え、旅に送り出した。彼は、その後、アイルランド各地を旅し、ほぼ50年にわたり、土地土地の雇い主のための歌を作り歩いた。略称では、英語式にオキャロラン、あるいは、アイルランド語に近いオカロランなどと読まれることが多いが、は、本来、の孫を意味するアイルランド語の姓の形式であり、 アイルランド語では性のみを呼ぶときには省いて称する。近年は日本でもアイルランド語の発音、慣習に従って、トゥールロフォーカロラン、略称カロランとする、表記、故障も増えてきた。1720年、ファーマナ県のメヌリー・マグワイアと結婚。彼らは、リートリム県のモビル近くの小さな農園に住み、6人の娘と1人の息子を儲けた。 メアリー・マグワイアは1733年に亡くなったが、その時、カロランは彼女の死を悲しむ素晴らしい愛歌を書いている。1738年、最も恩義のあったマクダーモット家に帰り、最後を迎える。彼の死後4日間、ハープ奏者や地元の友人たちが集い、大規模な別れの縁が催された。死後5日目に葬儀が行われ、キルロナン墓地にある、 マクダーモットロッケの墓所に葬られた。1976年から発行されていたアイルランドの50ポンド紙幣に肖像が使用されていた。彼が作る曲は主にパトロンの求めに応じて作ったり、パトロンの記念日、例えば結婚式などで自発的に作曲して送る、あるいは友人のために作るという風に特定の人に向けられたものが多い。こういった曲をカロランは フランクスティと命名していた。ありがとうございます。